ダフェス、はい、最下位です簡単にどういう状況、まあ、1年生の時と比べると2年生になって専門分野っていう授業が入ってくると思うので、よりなんて言うんでしょう、その一応ビジネス学科なので、その組織とコミュニケーションだったりとか社会構図、あとキャリアデザインという授業があるんですけど、2年次では企業調べ、企業研究みたいなことをやってます。将来の夢っていうのが今なくて、一応高校時代にはあったんですけど、いろいろ経験した中で将来の夢っていうのが変わってって、将来的にはその最終ゴール地点としては、まあ人のもとに使えないって言いますか、自立して幸せな家庭作って金銭的余裕を持ちたいなっていうのを思いますね。選択肢を縮めたくないっていうか、マネーと社会生活っていう授業はお金に関する勉強、今後NISAだったりとか、あとその株式系の勉強をしたり、投資とかそういった勉強をします。JP やばいんじゃない？ LD やば。渡辺教授がもともと好きで、だからそのファーストインプレッションは渡辺教授が開講している授業だから取ろうって感じだったんですけど、それマネーと社会生活、最初のオリエンテーションを通してそのお金に関する知識を学べるよって言われて、さらに惹かれたみたいな感じですね。任天堂3番も下がってるじゃん、チーム1。ちょっと暴落ですね、高橋くん。そうね、3つで言うじゃん。食料品の値段、大体みんなこれが儲けとか損とかっていうのを57801です。57801。どうも。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。どうぞどうぞ。リビングでーす。ここキーちゃんです。みんなのお母さんですね、キーちゃん。ビビってます。いやー、本当に最下位だったんですけど、見ます？今ちょっと昨日見たんですよね。ちょっと待って、あ、バッテリーなかったっす。5位です。おー、2位上がりました。このまま1位まで、このまま1位まで、このまま1位まで、なんで1位まであと20万稼ぎは。学生起業はしてみたいなって思いますね。知り合いの大学生でもうすでに起業してて、その先日お台場の方の展示会とかで起業説明会とかで、それで僕も手伝いとして営業みたいなことやってたんですけど、まあ、それ利用してなんか起業するのもありだよなとか思いますね。そのなんて言うんでしょう、販売代理っていうんですかね、製品の営業が得意なのでっていうのは一応あるかなって感じです。